さんこんにちは、大久保真理子です。今台湾では手作り風のものが流行っています。布を買ってきて切って縫ったり、毛糸を買ってきて編んだりする中でオリジナリティが刺激されて、そしてなんか癒されたような気持ちにもなったりするんですよね。そんな手芸の魅力知りたいと思いますか？今日の魅力妻さんにお話を聞いていきましょう。出来上がりました。完成しました。これをしまうだけなんですけど、はい、キラキラです。めっちゃ可愛い、夏っぽい。嬉しい。こちらがメイドイン台湾のものだそうです。 MIT 台湾できました。完成。うん、本当にお弁当に使われるお肉じゃないね台湾で生活する魅力妻の皆さん、一緒に頑張りましょう。こんにちは、東京都出身の美穂です。台湾生活8年目です。現在は2歳の娘と台湾人の主人と暮らしています。以前は台湾で一番のアイリストになることを目指していました。よろしくお願いします。こんにちは。今日は美穂さんのリクエストでネイルをやってもらおうと思うんですけれども、はい、ではまずデザインを決めていきたいと思います、はい、どんなデザインがいいですか？シンプルでも可愛い感じで。シンプルでも可愛い感じそうか、私はちょっとシンプルなものにしようかなと思うんですけど、よ、推薦現在流行的美甲的款式。はい、雑誌もありますのでぜひご覧になってみてください。今年のトレンドだとシェルスタイルが人気です。すごい、こんな立体的な感じの可愛いですね。派手でいいですね。うん、夏らしいカラーでしたら明るめの色を選ぶ方が多いですよね。フラワーモチーフもおすすめですよ。これも定番のスタイルですね。要做簡単的话呢，就是不要太明显的。そうですね。フレンチネイルはいかがでしょうか。じゃあ私そのフレンチで、それでは早速やっていただきましょう。はい、お願いします。美穂さん。はい。やっぱり女性にとってメイク以外にも。手のお手入れも大事ですか？もちろん大事ですよね。こうやってネイルサロンでネイルをやってもらうのって結構昔からやられてるんですか？昔は結構毎月やってたんですけど、最近はもう海外旅行に行く時ぐらいしかやらないので、はい、1年以上やってないですね。あ、海外旅行に行く時はネイルをやるんですか？一応気分が上がるので。そっか、はい、せっかくの旅行もまた楽しくなるみたいな感じで、はいはい、旅行のそのリゾートに合わせてデザインするって感じですか？はい、そうですね。なるほど。なんかあのお話聞いたところによると、昔は自分でもネイルをされてた。自分でも大好きで、はい、ネイリストを目指してた時もありました。ネイリストを目指してた。はい。それはどれくらいあの自分で勉強されてたんですか？多分結構お客さんをつけれるぐらいはできます。独学で？はい。何年間ぐらい勉強したんですか？中学校からやってます。中学校から。はい。じゃあ自分でお小遣い貯めてネイルを買ってみたいな。そうです。あの100均で。ああ、そっか。100均でも売ってますよね、ネイル。そっか。じゃあもう結構家にいっぱいあります。ネイルグッズある感じですか？で、それは自分のネイルをやるって感じで最初は。そうですね。でそのうちに勉強して友達のもやるようになって。はい。そうか。やっぱネイルをすると気分が上がるってさっき言われてましたけど、はい、普段はどういうネイルが、そのデザインとかどういうのが好きですか？デザインは飽きやすいのでシンプルなものが多いですね。うん、シンプルなもの。単色とかフレンチとか、はい、あ、フレンチちょっとラメぐらいですかね。そうか。
なんか台湾に来られてネイル行かれたことあると思うんですけど、はい、日本のネイリストさんのなんか技術とかやられるデザインとか日台で違いって結構ありますか？8年前に台湾に来た時は、まだちょっと台湾の方が遅れてるのかなっていう印象があったんですけど、今は多分もうそんなに日本と変わらないと思います。あ、技術とかが、はい、デザインも日本と変わらないですね、はい、早いと思います。だって今なんかさっきデザインを選ぶときに参考に見せてくれた雑誌とかここに置いてあるとか、日本のですよね。日本の雑誌ですよね、はい、そう見たらあれ日本語だと思って、はい、だからもう雑誌とかでね、はい、同時期にデザインは同じぐらいですよね。そうですよね。で今やられてるのがこれ、あの日本語でなんて言うんですかね、ジェルネイルですか？ジェルネイル、ジェルネイルって、うん、私多分確かに10年前ぐらいに初めてやった気がするんですけど、はい、10年前でジェルネイルも自分でやられてたんですか？やってます。へえ、じゃあこの光で固めるのも買いました。買ったんですか？へえ、でも私が初めて買った時はまだ固まるのに3分とかかかってたんですよ、はい、今は多分もう何秒とかで固まるんですよね。やっぱすごい技術もどんどん進歩してるんですね、はい、女性が綺麗を追求するのに理由はありません。天性のものです。服にヘアスタイルにネイルにメイクにどれも女性が美を追い求める方法です。その中でもまつげエクステンションはここ数年でとても重視されますます流行っています。流行に敏感な美穂さんも綺麗を追求する中でアイリストになろうと思ったんだそうです。そっか、じゃあ今日は久しぶりにネイルをやるということでどういうデザインにしました？今日はお任せにしたんですけど。あ、お任せにしたんですか、はい、へーそっか。どんなデザインですか？私はちょっとなんか、まあ、お仕事とかもあったりとかするのでそうシンプルな、はい、なんか先っぽが薄い感じで色が変わってるなんかフレンズにしようかなと思って。結構日本の女性ってなんかシンプルでなんかそれこそフレンズとかすごい人気ありますよね。多分お仕事の関係とかですかね。やっぱねお仕事とかでなかなか派手にはできないけどでも綺麗にしたいみたいな女性のね、乙女心ですよね。はい、美穂さんもうそろそろ出来上がるんじゃないですか？めっちゃ可愛いです、キラキラでめっちゃ可愛い、夏っぽい、嬉しい、上品ですねなんかそんないっぱいシェルとかつけてるのに、はい、すごい上品な感じ。そんなに派手じゃなくてどうですか出来上がり見て？こんな感じですちょっと上がってますね気分が。可愛い、シェシェ、シェシェ。でもこれはやっぱりお店でしかできないですよね。自分でもやられてるって言ってましたけどやっぱ自分のネイルやるのは難しくないですか？そうですね、ここまではできないですね。そうですよね。私なんかもうこの、まあ、簡単じゃないよなきっと。なんかフレンズネイル簡単なものほど難しいですよね。そっかそっか。私単色塗るのもその均一に塗るのが難しいできなかったりするんですけど、ちょっと先生に聞いてみましょうかね。如果我们在家要那个涂美甲的话有什么技巧吗？マニキュアを均一で美しい仕上がりにするには厚く塗りすぎないことがコツです。怎么会可以这个平均的？就是我们在取ボトルからマニキュアを取るときに液の量を調節しましょう。一回で多く取ってしまうと塗った瞬間に縁に流れてしまってうまく塗れません。色ムラになってしまいます。でもちょっとそういうのも勉強してやられてたんですもんね。やってました、毎日練習してました。そうですよね。じゃあその爪の上になんか細かいデザインを描いたりとかするのもやってたんですか？やってました。大好きです。大好きなんだもう細かければ細かいほど。へー、私全然そういう技術も知識もないのでちょっと一緒にこの後体験してみませんか？やってみたいです、ね、教えてもらって。そう、ネイルだけでなく、まつげメイクも流行のおしゃれと大きく関係があります。流行を追いかけるのが好きだった美穂さんはどんなきっかけでアイリストになろうと思ったんでしょうか？魅力自慢 in 台湾、キラキラ。
ジェルネイルが完成してちょっと気分が上がったところで、はい、ここからは自分で自宅で塗るときにうまく塗る方法をせっかくなので先生に伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。那首先我们要准备什么？まずはマニキュアとチップを選びましょう。はい、はい、決まりましたか？これで。これで。じゃあ私も夏らしい黄色にしていきたいと思います。那接下来我们要怎么涂？適量を取ったらこのように塗ります。这个量是很重要是吗？そうです。取りすぎはムラや凹凸の原因になります。对，我自己在家里涂的时候，就是高度很不平。そう、この適量が大事なんです。左右に振って。左右。そうです。そう。最初はこんな風に下に向かって。所以从上面往下。そうです。あ、そっか。私こうやって塗ってた。反対だったのかも。こう、こうか。なるほどね、難しいね。はい、次に2回目を塗ります。2度塗りで均一に仕上げます。2回目塗るんですね。这个量以外还要注意什么吗？均一に塗ることだけを心がけて、特に難しく考えないで OK です。コツさえつかめばとても簡単ですよ。真的？ええ。但是老师我已经不平了見て、わかるかな？なんかもう全然濃さが違う。濃さがね、平均にならないんですけど。这是有什么问题？ボトルから取る量に注意してください。1回目を塗る時の量はとても大事なんです。手の力は抜いてリラックス。ちょっと厚く塗りすぎたから筆跡がついちゃいましたね。あ、もう跡がついちゃったんだ。じゃあ、第一回始下的那个量是最重要的。そうです。とても大事です。色ムラになってしまうんです。あ、綺麗。漂亮。真的吗？对对对、算很漂亮了。めっちゃ綺麗なんですけど。さすが。はい。塗り終わったら、次は二色目を使ってデザインしましょう。一色目はピンクなので、水色やあるいは濃い青もいいかもしれませんね。なるほど。青？まあでも、もっと薄い青にしようかな。水色にします。いいですね。2つ目の色はまず、3つの点を描いてみましょう。お？点々？水玉？3つの点ですよ。このままの筆で使うんですね。細かいですね。所以这个时候的量也是一点点吗？大丈夫？開く？ハプニング。開いた開いた開いた。はい、これでちょっと。はい。点点点って置く感じ？ちょっと点点。点三つ。しかもこれ今このチップを使ってるのにこんなに難しかったら、自分の爪はめちゃめちゃ難しいですよね。そう、こんな感じで。なんかもう先生のデザインになってるもん私何も考えないで普通描いちゃった。なんか突然変な顔があるみたいになっちゃったんですけど大丈夫？顔みたい顔みたいになってきた。先生何やってるの？あ、なるほどね。なんかこういう線になってるんですね。もう私なんか先生はよくわかんないけど進んでる。あ、なんか先生もうなんかデザインができてる。あ、なるほどね。こういう点々をなんか線みたいなラインにして描いていくっていう感じなんですね。なるほどね。なんかもう最初からのその目標を何も考えてなかったからちょっとなんか見切り発車になってるんですけど。うん。じゃあ家の中のネイル、マニキュア何個ぐらいあるって数えたことあります？洋服を入れる、こういう透明のケースにぎっしり入ってました。洋服を入れる透明のケース、
洋服が入るってことはもう結構こういう普通にクリアケース T シャツとかトレーナーとか入れるクリアケースに、で部屋もいつもマニキュアの匂いで、そっか、マニキュアの独特の匂いありますもんね。大好きでした。もう数えられないぐらい、うん、あったんだ。でネイルが好きだったところからどうしてあのエクステに移行していったんですか。当時は、うん、あの出会ったオーナーさんが、はい、松江区のサロンをやっていて、うん、で私はネイルがやりたいって言ったんですけど、うんうん、とりあえずそのうちやらせてあげるからとりあえずまつげをやってって言われてあ、そのオーナーさんに言われたのがきっかけで始めたのが、はい、ただいつの間にかまつげだけやることになりました。やっていく中でやっぱ楽しさが見出されたって感じですか。楽しいというか負けず嫌いなので、おこれでちょっとのし上がってやろうと思って、すごい美穂さんの口からのし上がってやろうってなんかちょっと野心家な一面がキラッとちょっと垣間見れたんですけど、そうなんですか。実はそういう一面も持ってるね。すごい負けず嫌いで。あ、そうなんだ。なんかそんな風には見えないね。はい。でもその実際にお仕事としてアイリストさんをやってみて、ここでのし上がろうってやっぱすごい自分で努力されたんですか。すごい大変でしたね。うん、最初はなんかストレスで顔面神経痛になったりとか。うん、あ、そっか、ずっと痙攣する。なんでやっぱりこうやって細かく集中しなきゃいけないから、その疲れと、はい、あとは言葉が通じなかったりとか、あ、なんかやることが多すぎて、はい、なんか自分でもすごい精神的に辛くなった時期があって、病気して顔面がもうちょっと痙攣、2ヶ月ぐらいずっと毎日寝てる時も痙攣して、すごい大変だったんですね。はい、その後は治って、まあ、そっか、うん、でもそんなになりながらもなんかまだ続けて頑張ろうって思ったモチベーションはどういうものだったんですか。なんかまだまだここじゃまだまだ のし上がってやりたいっていう、はい、まだ全然途中だと思って、そうなんだ、めっちゃガッツあるんですねめっちゃガッツあります。精神的にすごい強いです、ね、そっか。でも本当にアイリストさんって、まあ、ネイリストの方もそうですけど、その一点にめちゃめちゃ集中しないといけないじゃないですか。しかもお客さんのもう、ね、大局部っていうか大事な目、毛頭、危ないですもん、ね、しかも、ね、結構尖ったもの使ったりとかもするし、 そこにかけるもう神経みたいなのがめっちゃ大変ですよね。1日8人ぐらいつけてたんですけど、うん、5人目ぐらいから多分頭痛と吐き気しだすんですよ。そんな大変な仕事なんだ。ただずっと行ってみてなんかもうこう縮こまってるので、うん、そうかそうか、姿勢もなんか、はい、うちもう猫背もすごい縮こまって、近くで見なきゃと思って。そうかそうか。1人にかける時間って大体どれぐらいかかるんですか。うん、一番最初は1人2時間ぐらいで予約を取ってたんですけど、うん、最終的には1時間以内で終わらせるように。じゃあスピードアップもしないといけないし、はい、でももちろん正確にもうお客様の要求に応える、そうですね、作りをやらなきゃいけないし、うん、すごいですね。でも楽しかったですね。楽しかった本当にそのなんか鏡痙攣になるぐらい忙しかったけど、ちゃんと結果が出たのでお客さんがすごい気に入ってくれたり、うん、そうですよね。やっぱエクストラスもやったことありますけど、上手い人に当たるとその持ちが長くなったりとか、やっぱり見た感じもすごい自分のまつげみたいに自然に見えるし、うんね、やっぱ人の技術によって全然違いますもんね。全然違います。 今やってますか。今やってないです。あ、でも元々のまつげも長いですね。そうですか、うん、めっちゃ塗って塗ってそっかそっか。今もなんか職業病的になんかこういう人と近くに接するときってまつげ見ちゃったりしませんか。あ、見ます。あと毎日顔をすごい近くで見てカウンセリングするので、うんうん、なんかちょっとどこいじってるとかえ、それは何、ちょっと
メンテナンス的なあれですか。はい、簡単な、なんかあこの人ここやってるんだとか、でそれによってなんかテープの貼り方がちょっと難しかったりするので。あ、そっかそっか。お顔をもうメンテナンスとかされてる方だったらここはちょっとテープ貼れないとか、そういうのが貼りにくいとか、うん、あとあすごい上手にやってもらってるなとかそういうやっぱ細かいところまで見えるようになってくるんですね。近くでライト当てて見るので毛穴まで見えるので。そっかそっか、うん、そっかアイリストさんはなかなか秘密で、企業秘密ですね。なかなか手強いですね。そういうところまで見られちゃうのは。なるほどね。今その夏江区から離れて結構経たれてると思うんですけど、はい、なんかまたやりたいなみたいなのはないですか。なんか自分の中でも限界までやりきったっていうのもあったり、うん、あとはもう2年のブランクが空いてしまってるので、うん、今戻ってもまた一からやらなきゃっていう昔の自分に対するプレッシャー、うん、お客さんをがっかりさせたくないとか、うん、もう昔ほどは全力を注げないかなっていう気持ちがあるので、もう今はもう綺麗にやめようと思って。もうまた戻ってやるっていうことはないって感じですか。今でもなんか戻らないのって聞いてくれる人はいる。そうですよね。絶対前のお客さんとかやっぱ美穂、うん、やっぱそういうね細かい技術はやっぱ指名でやられる方とか多いと思うんで、うん、美穂さん帰ってきてっていう声はないですか。今でもあります、はい、ただもうやりきった、はい、やりきったと思ってなんかもう戻りたくない。戻りたくないんだ。まあ、やっぱその技術 の、 その追求っていうか、うん、もうそこに妥協したくないってことですか、はい、すごいですね。めっちゃガッツあるんですねめっちゃ負けず嫌い、めちゃめちゃそういう松江君に対する情熱めっちゃ伝わってきました。熱いですねなるほどね。厳しい世界なんだな、うん、できたかな。全然できてないもう全然。先生お花になってる。黙々とこんな綺麗なお花が完成してますねはい、じゃあ美穂さん。全然なってません。いやでも可愛い、結構可愛い。なんかお花に私こそ何なんだって感じなんですけどちょっと残念な感じ。那老师请问一下，我们今天的成品感觉如何？初めてにしてはとても上手です。二人ともそれぞれ個性あります。ええ、とてもいいです。そんなに難しく考えないで。もちろん。但是我们是很不平。这个还有改善的空间。表面が気になるなら、先ほどのジェルネイルの方が綺麗に仕上がりますよ。なるほどね。这个是练习可以再进步吗？もちろんです。どんどん上手くなりますよ。頑張ります。じゃあちょっとこれからも美を追求していきましょう。頑張ります。ありがとうございました。以前は台湾で一番のアイリストになりたいとお仕事を頑張っていた美穂さん、お仕事に対する情熱を聞いているとものすごくガッツのある女性だなと思いました。出産がきっかけでアイリストの道から離れられた美穂さんですが、その間もお客様から戻ってきてとずっと惜しまれていたそうなんですが、やはり技術に対する追求をもう妥協しない姿勢はものすごく責任感のある女性だなと思いました。美穂さんはいろいろ手作りするのがお好きだと伺ったので、はい、大好きです。はい、台湾でとっても有名なヨナシちゃん永楽市場にやってきました。こちらは、うん、ね、ダダオチェンの中にあるんですけど、はい、昔日本時代にあの輸入布と一番最初に輸入布を輸入した場所として有名になって、それから今ではもう台湾で一番大きい輸入布の卸市場になっているそうです。
どうですか、ここはよく来ますか。昔は何回か、来ました、来てました、はい、大好きで。あ、やっぱり、はい、テンション上がりますよね。この並び、布の数と種類と、はい、そういう手作りが好きな人にはきっとたまらない場所ですよね、うん、たまらないです。私もなんか台湾に住んでから結構台湾 の、 あのお家の中ってソファーとか家具とかもともと備え付けであるじゃないですか、うん、あ、そうですね、そう、 うちもそうなんですけど、あの賃貸なので。でもそのソファーのなんか雰囲気を変えたい時とかにここに来て、うん、その布をカバーをで、そうそうそう、でも布ってそのソファーぐらいの大きさの布ってあんまりないから、はい、それをまた上に持っていくと、あ、上で、そう、あの職人さんがちゃんと縫ってくれたりとか、いいですね、好きなように作ってくれたりとかもするので、もうここに来ると何でも完成しちゃうみたいな。あ、そうですね、はい、ちょっとこちらのお店見てみましょう、うん、はい、このお店の中のお花の柄、うん、あ、いっぱいありますね。わかります？わかんないです。ここはなんか台湾の作家の人たちのシンボルカラーというかお花なんですね。いろいろな色があります。すごい艶やかな。ねえ。なんかこれを使ってバッグとか、こういう小物とかに。かわいい。でもめっちゃかわいいですよね。色がすごいですね。ねえ。しかもなんかちょっと光沢があるように、うん、防水加工ですか。出会ってね、うん、使いやすそう。しかもここで自分の好きな布を選んで、うん、上で。あ、作れるんですか。おー、すごい。そうだから日本の方もこちらに来て選んでお土産にいいですね。そうそう、お土産にいいですよね。確かに可愛いし、台湾らしい、可愛い。さんもカバン作ったりしますか、自分で。カバンは編み物で編んで作ったりはします。編んでカバン作るんですか、はい、すごい果てしない感じがするんですけど。そんなことないですよ、結構1日でできちゃいます。1日でどれぐらいの大きさのカバンですか。私子供用の作るんで、うん、これぐらいとかちっちゃい感じの。すごいな。でも大人用で例えばおしゃれですよ ね、こういう大きさのを作ろうと思えば作れちゃうって感じですか。はい、布も作れます。すごい。表のカラーとおしゃれですよね。ちょっとなんかちょっと生地の質感も変わったりとかして、うん、子どもの頃から東京で生まれ育った美穂さんは日台ハーフなんだそうです。どういうきっかけでお母様の故郷台湾に渡り新しい生活を始めたのでしょうか。もともと日本の東京にお住まいで、はい、どういうきっかけで台湾で暮らすことになったんですか。まあ、子供の頃はよく来られてました。夏休みとかはたまに来たりしてました、うん、はい、おじいちゃんおばあちゃんの家、おばあちゃんの家が、はい、でそれが台北だったんですか。台北のワンファー。あー、なるほど、ワンファー。子供の頃は、まあ、気象とかお母さんと一緒に来られてたと思うんですけど、はい、どういうきっかけで自分が住むようになったんですか。自分が来たのは、うん、妹がまず先に台湾の大学に来たんですよ。それで私はちょうど大学の卒業式の日に311の地震があって、はい、で就職先も決まってなかったので、はい、とりあえず遊びに来てみようかなと思って。あ、はい、じゃあ最初はどれぐらい台湾に住むつもりで来られてたんですか。最初は住むというよりも、うん、なんか遊びに来る感じ。まあ、学校に通いながら友達と遊んだり。学校っていうのは中国語ですか。はい、あ、語学学校に通いながら、はい、それまではお母様と中国語で話したりとかはしてなかったんですか。中国語、なんか日本語だったと思います。日本語、片言の、お母さんは片言の日本語で。そっか、今日本に住まれてるから日本語使うこともない。その時あんまり中国語はちょっとしか分からなかったので。じゃあその時が初めてちゃんと中国語を勉強しようって思った時だったんですか。そうです。はい、なるほど。じゃあちょっと留学みたいな気持ちで。そうですね、留学みたいな。その期間が終わって、まあ、語学学校の卒業みたいな感じになってからも住むようになったのはどうしてだったんですか。住むようになったのは仕事をすることになって、うん、あのまつげの
台湾で、はい、それで、まあ、軽い気持ちでやってみようかなって思ったら、はい、気づいたらもう住み着いてしまった感じで、そっか。え、子供の頃にそうやって毎年2回とか来られてた時の台湾の印象と、うん、もう大人になって自分で住む大人になった時の印象、全然違いますね。どういう風に違いますか？子供の頃はおばあちゃん家の近所しかあんまりいなかったので、そのワンファンのあたり、はい、やっぱりちょっとお年寄りの方が多い町だったみたいで、でも なんで自分の印象では台湾はそういうとこだと思ってたんです。お年寄りが多い町ちょっとなんか田舎っぽいっていうか、 あんまり東京みたいな町ではない。ワンファンまたそのね、美穂さんが子供の時とかは、ま、もっとなんかレトロな感じというか、そうです、なんか独特な感じで、街並みですよね。でまあ、大人になってきてからは、うん、その新一中とか、うん、そういう大都会があることに気づいて、もう台湾すごいじゃんと思って知らなかった、はい、こんな台湾みたいな、はい、なんかクラブとかもすごい盛り上がってるし、はい、もう台湾六本木よりすごいじゃんと思ってそっか、今までは東京に住んでた美穂さんは、うん、夜遊びに行くってなったら六本木もうとか渋谷とか、うん、そんな感じで、台湾には絶対そういうとこはないと思ってたんです。そしたらもう日本よりも全然すごくて、うん、そっか。え、もしかして結構なんかその音楽がわーってなってるようなクラブとか好きな感じですか？大好きなんです。大好きだったんだ、はい、なるほどね。よく遊んでました、うん、そっか。じゃあ台湾のそういうクラブ文化みたいなのも結構気に入った感じですか？それが気に入りすぎて、はい、ここに住もうって思ったんですよね。台湾のクラブ文化がきっかけだったんですか、はい、そうなんだ、うん、じゃあもう今でもラーマーですけど、とんでもないね。今も全然ラーメイのもうそんな時もありましたいやもうすごい想像できますね。本当ですか？そんな台湾でそのね、若い人たちがたくさんいるクラブで、こんな綺麗な皆さんがとんでもないいたらめっちゃモテたでしょ？出ないですよ。いやいやいや、ここは本当にぶっちゃけモテたでしょ？いや本当にモテないですね。ちょっと今間がありましたよ。ちょっと思い返したんですけど、うん、モテないです。いやそんなことないと思う。本当にモテないです。でもそこでも結構友達とかもその時にできた感じですか？はい、最初の台湾の友達はクラブでできました。今でも友達です。そっか、うん、じゃあ今はあんまりもう行くことがなくなった感じですか？それでも年に多分5回ぐらいは。それは旦那さんは旦那さんも一緒に行ったり、あ、まあ、旦那さんも好きなんだ。はい、あとは子供を見てもらって、うん、まあ自分で友達と行ったりとか。そうなんだそういえばちょっと持ってらっしゃるんですけど、はい、布はあれですけど毛糸で作る小物が好きって、はい、編み物が大好きです。そうですよね。実はこのラムアシェちゃんの中にも毛糸を取り扱ってるお店がちょっと見に行ってみましょう。あ、行きたいです。ラムアシェちゃんは布だけでなく近くの路地にも手芸の材料である糸やレース、リボンやビーズなどがたくさん売られているんです。めっちゃテンション上がってます。すごいテンション上がってますね。もうこのグラデーションがかわいいねめちゃめちゃいっぱい種類ありますけど、こちらがメイドイン台湾のものだそうです。 MIT 台湾すごい。このやつがいろんな色があって、夏でも使えるような、うん、綿の素材、綿の素材で、うん、涼しい感じで、こっちが割と冬物が作れる、うん、ちょっと厚みがあるね。ちょっとなんか、うん、こんなにたくさん色があると迷っちゃいそうですけど、なんか作りたいの思い浮かんだりしましたか？全部欲しい。全部欲しいじゃあ夏のものも結構作ったりするんですか？作ります。結構こういう綿のもので、私なんか毛糸の編み物っていうともう完全に冬、しかもマフラーとかしか、私も昔はそう思ってたんですけど、うん、浮かばなかった。多分こういう素材を見つけてからは、うん、なんかサマーニットっていう
なんか夏でもいけるんだと思って。夏でも通気性の良くて暑すぎないニット作ったりとかするんですね、はい、あとなんかあっちの方にもあるんですけどちょっと見てみましょうか、はい、こちらのなんか本当に引っ越しに使えそうなダンボールのダンボールを結ぶ紐みたいな、かわいい。これってさっきの帽子とかこのカバンとかすごい細い素材ですよね。しっかりしてますね。すっごいしっかりしてる。でなんか今見てて気づいたんですけどこれって洗える紙って書いてる。本当だ、すごい、ね、なんか素材は 100% 紙なんだけど洗える、洗えるっていうマークがついてたりね。すごい、すごい。しかもこれも知らなかったです。メイディン台湾です。イエーイすごい、かわいいですね。めっちゃしっかりしてる。これも重いですかね。うん、軽いです。すごい、本当だ、ね、なんか夏のお出かけにぴったりじゃないですか。いいですねこれ。ちょっとこれ美穂さんが作ったら私買います。あ、本当ですか。3万ぐらいかな。すごい。でもね、手作りだったらね本当になんかその労力とかもかかってるからね。すごい、これを自分のお母さんが作ってくれたら。あ、嬉しいですね。じゃあ子供ちゃんのお出かけ用にもぜひ1個作りたいです。しかもね、こういうの色もね、めっちゃいっぱいあるんですよ。本当だ、この激しいピンクもかわいいね。あ、夏らしいね、このかわいい、あ、台湾らしい色合いですね。かわいい、面白い。ちょっと私もなんか作りたくなってきました。ちょっと、なんかもうちょっと覗いてみてみましょう。行きましょう。今出してもらって私はちょっと目が点になってるんですけど、これとかこれとか全部美穂さんが作ったんですか。はい。すごい。全部子供用なんですけど、はい、子供ちゃんサイズの、はい、しかも全部自分で編んだんですよね。そうです、そうです。その買ってきたやつじゃないですよね。あ、そうです。あの、自分で材料買って自分で編みました、はい、デザインもして。本当にデザインまで。あ、これ本見てこれを作ろうって、これ完成品ですって言って作るんじゃなくて、じゃなくて、まあ、ネットでちょっと画像を探してこんな感じでアレンジしてみようかなとか、はい、へえ、もうそんな域なんですか。すごい、なんかもう趣味を通り越して。本当ですか。これをなんかね、ネットで販売したりとかもうできそうなクオリティですけど。売りたいですね、いっぱい、ね、だってこんなのとか例えば姉妹で使ってたらめっちゃ可愛くないですか。いや、私絶対このまだ子供いないので、そのめいっ子とかおいっ子とか子供ちゃんがいる友達にあげたいです。あ、もうぜひどうぞ。こういうこの編み物はどういうきっかけでやり始めたんですか。きっかけはもう小さい物心ついた時からなんか好きで。物心ついた時から。多分小学校3年生ぐらいからクラブ活動みたいなあるじゃないですか、はい、ありますね。それでも自分は絶対手芸部だっていう。手芸部だったの。手芸部だったんです。そうなんだ、小学校の時から作ってるんだ、はい、手芸部最初はどういうものを作ったんですか。最初は多分編み物から、はい、やりました。最初に買った毛糸が、うん、もう今でも覚えてるのがなんかこういう蛍光の、はい、なぜかこういう蛍光の毛糸を買ってなんか四角く編もうと思ったのにどうしてもなんか耳みたいになってピカチュウみたいになったっていうのを覚えてます。それは今でも撮ってたり。撮ってない。でも一番最初にその作り上げた作品できた時どういう気持ちでした。どういう気持ちだったの覚えてないですけど多分気持ちよかったんじゃないですか。それ以降ずっとハマってしまっていて。そうですよね、やっぱ達成感がその時に小学生ながらあったんでしょうね。でその小学校時代は手芸部で、はい、その後もずっと続けて。ずっと台湾に来た当初は道具を持ってきてなかったので、はい、しばらく休んでたんですけど、まあ、妊娠してから、はい、もう子供に作ろうと思ってまたいっぱい編み始めて。そっかそっか、こういう結果になりました。そっか。こういう小物は私全然編んだことがないので全くわからないんですけど、基本的な編み物の最初のところから教えてもらってもいいですか。じゃあお願いします。なんか適当に好きな色を。あ、じゃあこのピンクにしようかな、はい、じゃあ道具とかもねわかんないんですよ。多分
こんないろんな太さがあって、はい、糸が細いので、うん、針も細い感じで。なるほどね。あ、こういう2本で編んでいくんじゃなくて、これはかぎ針ですね。2本の棒針って言って、かぎ針。かぎ針。なるほど。もう本当に基本的なところがわからないので。マフラーとかは棒針で編んでました。棒でしか編んだことないですね。しかもなんか簡単にできる、なるべく太い毛糸を選んですぐできる。だからこんな細かったらきっとね、何作るでも時間かかりそうですよね。時間がかかるかもしれない。はい、じゃあまず、左手でこう、こんな感じ。教えるのすごい下手なんでごめんなさい。で、ね、はい、でここでしっかり糸を持って、うん、手芸に対する愛をたくさんお話ししてくださった美穂さん、しばらく手芸をお休みしていた期間もあるそうですが、どういうきっかけでまた再開することにしたのでしょうか。こうか、で小指で、でこう上からくるっとくるっとで交差するじゃないですか、ね、はい、でこの交差してるところをちょっと軽く指で押さえて、うん、中指と親指で押さえて、はい、ここの糸をもう一回下に向かってくるっと。中指と押さえたら糸がなくなっちゃった。人差し指、中指と、こういうこと。ああ、そうですそうですそうです、できちゃった。ずっとこう上から押さえてくるっとしては輪っかに通していく。ああ、そうですそうです。これをひたすら早い、うん、あ、ごめんなさい。うん、さすが早いなと思って。あ、細くなっちゃった。これはちょっとなんか黙っちゃいますね。面白くなくなっちゃう。忘れちゃいますね。黙々とやっちゃう気持ちがすごいわかります。あ、危ない。こっち、なるほどね。これをずっと繰り返して、繰り返していく感じ。これが一番最初の基本的な鍵編みのやり方、鎖編み。鎖編み。じゃあこれを編んでいくとどういうものが作れるんですか。まあ、これが基礎で、はい、これをいろいろちょっとアレンジして、はい、例えばこういうピアスとか。かわいいピアス。今日はこれをちょっと作ってなるほど見ませんか。この広さ、この長さぐらいのやつを作ったらこのピアスが完成するってことですね。はい、でもう直接ここに編んじゃうんです。あ、直接編んじゃうんだ。作りたい。やってみましょう。やってみましょう。はい、まずじゃこれはもうほどいちゃって大丈夫です。はい、ほどいて、この練習は一回ほどいちゃいます。ピーってほどくんですか。あ、ほどけます。すごい。面白い。ほどけた。はい、できました。まず持ち方から。まずここにこう編んでいくので、うん、こんな感じで持って、こうか。さっきの持ち方にピアスをちょっと、はい、へえ、もうこの時点で難易度が上がってるんですけど。こうか。覚えてますか。ね、もうこうか、はい、ここに挟みます、はい、でまず真ん中に通して引っ掛け、引っ掛けて出す。はい、はい、でこうなったらさっきと同じように この交差してる部分を軽く持って、はい、もう一回輪っかの中にこう、輪っかの中に通す、はい、通す、はい、でそしたら下の親指と中指の糸を軽く引っ張って、引っ張って、でここの大きさもちょっと調整してでそしたらまた同じ繰り返し、輪っかの中に糸を通して一回引っ掛けて、輪っかの中に糸を通して一回、この持ってる下の方から入れて、ここですね、この輪っかの真ん中に針を入れ、果てしない。すごい。 でもこうやってなんかいろいろ作品を作って、これはあれをまた作ろうっていう、なんかそういうモチベーションっていうか、その
どういうところからアイデアを見つけるんですか？なんかもう常に何か作ってなきゃ気が済まないので、はい、例えば今日一日終わったら寝る前とかに、うんうん、なんか携帯でインスタとかで他の人の写真を見たりとかして、なんか自分もこういうのに挑戦してみようとか、はい、こういうデザインいいなっていう感じで、すごいですね、常に探してます。本当になんか自分に厳しいというか、 なんか自分でずっと挑戦していたいみたいな感じの、そうですね、なんか学んでなきゃ怖い。そうなんだ。でも今こんなにすごいたくさん素敵な作品を作られてますけど、これを生かして将来何かしたいとか考えたことないんですか？なんかいつかはなんか毛糸の教室とかやってみたいなって思いますね。すごい本当ですか？でも教えるのがすごい下手なんで。でもね、教えるのも絶対そのね、探究上手になれますかね。なんかもっと成長したいみたいなモチベーション持ってるから、ものすごいいい先生になりそうですよね。頑張ってイメトレしてみます。やっぱイメトレが大事ですか？イメトレは大事ですよ ね、できないことをできるようになるって、はい、それがまず最初の一歩だと思います。イメトレからって感じですか？はい、どういうふうに具体的にはどういうイメトレをするんですか？なんか来年の今頃にはなんか何をやってるかなとか、具体的にその時になんかどこら辺でお店を出してとか、じゃあそしたら今のうちからなんか宣伝しなきゃなとか、うん、もうその時の自分をなんか思い描いているんだ。はい、へえ。それは結構昔から、子供の頃から多分妄想癖っていうの言うんですかね。なんか自分の将来も、例えば簡単なもので言うと明日一日どう過ごそうとか、時間を無駄にしたくないので、あらかじめなんか起きたらまず何をしてっていうのを考えて生活してます。すごいね、もう一日も無駄にしたくないの。私の人生みたいな、人生、はい、だからみんな決まった時間しかないじゃないですか、はい、その中でいかに多くのことをできるかっていう。めっちゃ有意義な人生過ごしてますね。そうなんだ。やっぱもう自分の考えとか、自分をすごいしっかり持ってる、ね、考えることが好きなのかもしれないです。なんか子供の頃になんか自分はなんで生まれたんだろうって考えませんでした？考えませんでした、そんなこと考えたことない。子供の時なんで、何のために生まれたんだろうってことですか？なんか何のためにこの世にいるんだろう、何のためになんかこんな苦しんでるんだろうみたいな。まあ苦しい時はそうだね、はい、考えるじゃないですか。そうですね、そうですね。で常にその答えを探して、なんか小学校6年生の時に転校させられて、親に、はい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 、なんかちょっと寮生活をすることになって、東京の中で、東京からなんかちょっと千葉の山奥に、そういうなんか寮生活する学校に行ってたんですか？はい、でそこでなんか初めて家を離れてホームシックっていうものになって、うんうんうん、そこでなんかなぜか、なんで生まれたんだろう、何のために生きてるんだろうっていう、思わせられて、うん、その頃からずっとなんか考えてますね。でもそれからは自分のなりたい自分に慣れてるというか近づいてる感じしますか？自分の中では多分幸せになるために生まれたんだろうなっていう結果に行き着いて、うん、だったら毎日をなんか楽しく後悔のないように生きようって思って、うんうんうん、そこからはなんかすごい前向き、なんかもう誰にでもポジティブだねって言われるぐらい前向きです。もうこれ今なんですか？これ今の時間なんですか？先に作っとこうと思って、こんな感じで。もうできてるじゃないですか、すごい。同じ時間に始めたとは思えない。タラリン。でも上手ですよ。プロとプロ、プロというか本当にやってる人と初めての人の差です。さすが、すごい。でも私もやりたいな、ちょっと多分ね、趣味だけど。やってみてください、これからも、うん、ちょっとなんか気分転換に使っていきたいなと思います。なんか考える時とかに、考える時とかね。
なんか夕飯考える時とか考える時とかね。あと人生に迷ったら、はい、ちょっとやってみたいな。編み物はすごいいいですね。ね。でももう編み物してる間にもすごい迷うんですけど。どこに入れたらいいんだっけみたいな。合ってますよ。合ってる。次どこに入れたらいいんだろう。でもここまだ3個ぐらい編んでる。実際にやってみると、まあなかなか簡単にはいかない編み物。くぐらせて、引っ掛けて、それを繰り返して。集中しないとすぐに間違えてやり直さなくてはなりません。猛スピードで作品を完成させる美穂さん、本当にすごいなと思います。美穂先生、はい、出来上がりました。完成しました。これしまうだけなんですけど、はい、やっぱ初心者でも頑張ればできるという、できます。時間をかければできるということで、はい、こんな感じのイヤリング、ピアスが完成しました。嬉しい。やっぱ自分で作った手作りのものもひときわ嬉しいですよね、はい、もうめっちゃ可愛いですもん。似合ってる。夏っぽい感じ。私もこれいっぱいいろんなの作って友達とかにプレゼントいいですね、したいと思います。ありがとうございました。どういたしまして。魅力自慢in台湾、全部手作り。美穂さんから編み物の魅力をいろいろお話を伺って、直接教えていただいて作っていくうちに、もう私もハマりそうなぐらい編み物の魅力が伝わってきました。もともとは自分のお子さんのために編み物をまた再開されたって言ってたんですけれども、もう今ではお子さんが使い切れないぐらいたくさんの作品を作られていて、その向上心は本当にもう尊敬に値するぐらい素晴らしいなと思いました。もう自分の意見というか自分をしっかりと思っている美穂さんは、もうこれから何に挑戦してもきっとずっと極められていくんだろうなと思いました。人は忙しくてついつい3食を外食で済ませてしまう人も多いと思います。こちらはなんだかおしゃれなレストランに見えますが、実は美穂さんの旦那様が投資しているお弁当レストランなんです。健康で体に負担のないお弁当をということで、美穂さんおすすめのお弁当をいただいてみたいと思います。やってきました。はい、目の前にもヘルシーでいい匂いがするサーモンもあれば牛肉もあれば、めっちゃ健康的な感じですね。健康的ですよね。こちらのお店は旦那さんがやられてるんですか？そうです。なるほど。このお弁当箱とかも、はい、なんかすごい木のぬくもりを感じられるような特注ですか？もしかして特注です。もちろんですよね、はい、いいですね。なんかこの健康的で日本っぽい感じの、日本っぽい感じもあり、はい、でこれで今から私たちが自分たちで食べるお弁当を作っていくっていうことで、はい、乗せて早速いきましょうか。こちらのお店のコンセプトはやっぱり健康ってことですか？健康と、はい、あとはフレッシュ、フレッシュ、あとは高級ですね。高級食材は結構お肉とかは高級レストランとかで出るようなお肉を使っていたりとか、お弁当っていうとやっぱりちょっとなんか今日はちょっと安く済まそうかなとかって思う時に選びがちですけど、でも本当に体にいいものを選ぶっていう意味で素材にこだわっているお弁当ってことですか？はい、ちなみに何かありますか？ちょっとおすすめの食材とか。おすすめですか？私はもう絶対に牛肉です。牛肉？この牛肉は美味しいんです。なんかどこ産のとかありますか？ちょっとわかんないでもその素材にこだわったフレッシュな牛肉とフレッシュなお野菜、お野菜と当日仕入れたお野菜たちと、なんか本当に期間限定でこの期間にちょっと体を絞りたいとか、うん、そういう時には絶対いいと思います。運動してでもちゃんと栄養も取りたい、うん、でも仕事が忙しくてこれを自分で作るのは大変みたいな時にめちゃめちゃいいですよね、うん、はい、しかもこのご飯の上に乗ってるキヌアです、ね、こちらは何ですか？キヌアです。キヌア、キヌアっていうのはスーパーフードで有名な、はい、なんか体に食物繊維とかですかね。なるほど。栄養素が高い。すごい。なんか主食もこんなふうにこだわっているキヌアを使っているそうです。
では早速乗せて行ってみましょうか、はい、台湾に来て日本のお弁当文化と台湾の日本のお弁当文化違うなって思うとこありますか？違うのは、うん、日本って結構冷たいお弁当を食べるじゃないですか。あ、そうですよね。コンビニでも普通に冷たいの食べるし、はい、で学校のお弁当も冷たい状態ですけど、確かに駅弁も冷たいの売ってますよね。でも台湾ってみんな熱々じゃなきゃなんか嫌みたいで、確かになんかロケとか行っても暑いうちの弁当じゃないとみんな食べないみたいな、はい、だからそこが全然違うなっていうのと、まあね、確かに暑いお弁ね、熱々の方を食べた方が美味しいですもんね。あと見た目も全然違いますよね。うん、すごい、もう早速メインから本当にお肉が好きなんですね。めっちゃ美味しそう。このレア感がすごい美味しいんですよね。ちょっと1個ください。あ、どうぞどうぞもうちょっとたまらず1個、うん、サーモンももちろんなるほどね。こうやってどうしよう、おしゃれな感じ。なんか日本だと、はい、子供のためにお弁当作る機会ってお母さん多いじゃないですか。で結構キャラ弁とかこだわったものとか来るお母さんとかいっぱいいますけど、台湾で子育てしてる中でそういうお弁当文化はどう思いますか？お弁当を作る機会は今はまだ、まあ、子供さんが小さいからまだ小さいのでなくて、うん、で私のお母さんが台湾人なので、はい、お弁当に関してはなんか美的センスがあまり求めるタイプじゃなかったので、はい、日本ってみんなお弁当すごい綺麗じゃないですか、うん、なんか緑、黄色、赤とかなんかいろんな色があって、はい、でもお母さんのお弁当って味は美味しいんですけど見た目がもう最悪で、うん、最悪とどういうことですか？一回すごいショックだったのは、うん、開いた時に太巻きがなんか3本、うん、なんかもう真っ黒なお弁当、大胆な、もう海苔しか見えないみたいな、はい、なんかだから周りの子に見られるのが恥ずかしくていつもなんか急いで食べたりとかしてて、へー、そうなんだ。だから自分がもし子供産んだらなんかすごい自慢できるようなお弁当を作ってあげたいなってずっと思ってました。じゃあそれから料理は？料理は、はい、まあ、きっかけはなんかお母さんの体調が悪くて、うん、コレステロールがちょっと高めだったので、うん、なんかそれを下げるレシピ本みたいのを買ったのがきっかけで、うん、でもその後はまあ、自分でも結構作るようになりました。将来子供ができた時のためにかわいいお弁当を、そうなんだ。すごい、卵すごい美味しいんですよね。卵も産地にこだわってって感じ。なんかこだわってるんですけど、はい、ちょっとそれは忘れちゃってどこかなんか見た感じなんか油をあんまり使ってない感じがしますね。あとは全部オリーブオイルで料理してるので、そっかそっか、使う油もこだわってますね。でなるべく水とか茹でたりとかして調理できるものはそれで済ませてみたいな感じですか？へえ、いや、こんなお弁当屋さんが家の近くにあったら嬉しいな。だってあるもん、もうなんかこの時期だけはちょっと絞りたい、絞りたいとか、むくんだら困るとか、でもなんかクタクタで料理作る気がない時はもうしょうがないから、なんかね、バイキング形式の自分で選べるところに行って、でもそこでも結構油ってすごい使いますよね、台湾は。そう、野菜、ベジタリアンのバッフェのお店でも結構野菜脂っこいですよね、脂っぽかったりするから、こういう健康的な、あ、思いっきりちょっと、鮭食べますか？鮭入れた方がいいですかね。鮭入れません、半分ずつにします。鮭どうぞ。あ、ちょっと可愛くなくなっちゃったんですかだんだん完成してきました。やっぱり野菜をモリモリ食べれるのが嬉しいな。だって一人で食べるとき、なんかやっぱちょっとこの種類のものを水で茹でるだけでも用意するのってそうですよね、臭いですもんね。パンパンにできました。パンパンにできました。完成。
こちらのお店をオープンするにあたって、はい、盛り付けをいろいろ美穂さんのアイデアをなんか変えられてるって聞いたんですけども、はい、どういうところに美穂さんのアイデアが詰まってるんですか？当初は食材を並べただけで、はい、うんうん、なんかあんまり立体感がなかった。で色もなんかあんまりカラフルではなかったんですね、うん、で日本のお弁当とかを参考にして、うん、緑、黄色、赤とかなんかいろんな色が入ってるお弁当がいいよっていうのと、あとは並べ方もこう平坦に並べるんではなくてちょっと上に盛り上がる感じで並べるとなんかなんて言うんだろう、豊富な感じに見えるよとか、ご飯が見えない方がいいよとか。なるほどね。台湾のお弁当箱ってなんか1個あって、あ、平たいですよね。平たくなんか詰め込んで蓋が閉まらないとダメって、ね、結構ここもなんかもうここまで分厚くないし、はい、だから結構詰め込んで押し込んで入れるっていう感じですかね。そうですね。で今の感じだとこういうトマトとかも加えようみたいな、なんか赤いパプリカでもいいし、うん、まあ、とにかく赤があったり緑があったり黄色があったりが、うん、なんか美味しそうに見えるよとか。なるほどね。このサーモンの立て方とか、なんかちょっと立体的にピターって置くよりはちょっとお弁当のこの縦の幅を生かした方がなんか美味しそうに見えるとか、うん、まあ、私の中のこだわりですけど、はい、なんかパッて見て食材が豊富にあるのが一目でわかるっていうのが、はい、なんかこうペターじゃなくてうわーってなってる。なるほどね。なんか確かに食欲がすごいなんか引き立てられる感じですもんね、うん、いやもうちょっと我慢できないので食べたいですね。いただきましょう。はい、はい、いただきタイムです。いただきます。一日一緒に過ごしていて、美穂さんは若いのに自分の考えをしっかりと持たれていて、すごく自立しているなと思いました。今は家で娘さんを面倒見ている美穂さんに子育てについて話を聞いてみましょう。わーい、待ちに待った食べるタイム。いただきます。いただきます。なんか飲み物のメニューもすごいこだわりがありそうな感じですよね。これもカフェインないルイボスティーでしょ。それとこちらがなんだっけなんかお塩の、はい、肺炎のナイチャーです。へ、はい、なんかそれも体に気を使ってる感じがする、うんうん、癒される。やっぱなんか妊婦さんとかのカフェイン抜いてる方とかにもいいよ。いいですね。本当にもう一つ一つメニューが考えられてるんですけども、早速いただきま す, きます。何から食べようかな。じゃあおすすめのお肉から。はい、お肉美味しいですよ。いただきます。うん、本当にお弁当に使われるお肉じゃないね本当になんかステーキ屋さんで出てくる普通の美味しいお肉を贅沢に使ってるって感じですね。高級な感じで、うん、嬉しい。こういうの食べたい時ありますよね、うんうん、でもなんか今日は一日美穂さんと一緒に撮影させてもらって、うん、なんかすごい芯のしっかりしてる、もう自分を持ったなんか自立してる女性だなっていう印象を受けたんですけど、そういう性格は誰の影響を受けてると思いますか？しっかりしてるのは多分お母さんがしっかりしてなかったんですよ逆だったんです。多分その反面教師というか、うん、なんかそうはなり、うん、そうはなりたくないかなっていう、自分がしっかりしなきゃって見てきたところから学ぼうみたいな感じですか、うん。あんまりお母さんとは友達みたいな感じで、うん、なんかあんまりお母さんと思ってない感じ、なんか姉妹とか、なんか仲いいんですけど、だから喧嘩もよくするんですけど、うん、なんか自分の方がしっかりしてるかなっていう思いが強くて、だからお母さんに例えばなんか子供のことをなんか言われても、なんか自分
なんかなんだろう、自分には自分の考えがあると思って、うん、まあ、なんかこんな感じで右から左に受け流すみたいな感じですか。ね、そうなんだ。いや、でもやっぱりお母さんにとってはもう初孫っていうかね、大事な孫さんで、なんかやっぱりこうやって育てたらみたいなこととか言われるんですか？意見、なんか細かいことが多いですね。なんか例えばこれを食べさせちゃダメとか、なんか甘やかしすぎるなとか、でなんか叱るときはちゃんと叱らなきゃダメだって言われるんですけど、私はなんか叱っても娘あんまり聞かないので、まずは甘やかして機嫌を良くさせてから、なんかじゃあこうしようねとか、ちゃんとお話しする感じでやりたい、はい、だから多分教育方針は全然違いますね。へー、そうなんだ。なんかこのサーモンもすごいジューシーですね。なんかパサパサしてないですよ。そう、全然パサパサしてない。サーモンってお弁当のおかずで使われたりすることもたまにあるじゃないですか。でもやっぱ全然違うっていうか、なんかジューシーな、いいサーモン、油がいい感じですよね。でもそのサーモン自体の油っていうか、余計な油は使ってない、さっぱり感もあるし、嬉しい。体のことをすごい気にしてる人にはぴったり、健康ですね。あとご飯のキヌアも、私普段キヌアあんまり食べたことなかったんですけど、ちょっともちもちっとした感じですかね。食感がちょっと変わって、で食べ応えがあるので満腹になりやすいですよね。なかなか体ね、気をつけてる人はね、そういうちょっとの量で満足感っていうのも結構大事ですよね。いろんな意外な一面がいっぱい見れて、なんかすごい女性らしくって手芸とかやるし、その家でそのクラブとかに行ってみんなでわーって盛り上がる。多分遊ぶことにも全力なんですよね。なんかハロウィンとかも1ヶ月前ぐらいからもう準備したりとか。美穂さんのハロウィンはすごそうですね。子供ちゃんのその衣装とか、作りますね。例えばなんか魔女だったらステッキとか、全部作るんでしょ。作ります。すごい。全部に本気ですね。いや、なんかもうすごい生きて思いっきり、思いっきり全力で生きてるっていう感じがなんかすごいな、いいなって思いますね。やっぱ私も生きるって、もうそれぐらい思いっきり、もう何でも全力で生きていけたら、ね、楽しいですよね。もうなんかそれこそ極端な話ですけど、もういつ死んでもいいみたいな感じで、でもそんな感じで生きたいです。後悔したくないですよね。いや、でも今日は本当になんかすごいいい刺激を受けました。ありがとうございました。楽しかったです。弁当も美味しくて魅力自慢in Taiwan。 ヘルシー。人生は演劇のようで、あなたはそのショーの脚本家であり主人公でもあります。次に何が起こるかは予想できませんが、物語をどう進めていくかはあなた次第。台湾で生活する魅力妻の皆さんが自分の人生の舞台で大輪の花を咲かせることができますように。私の座右の銘は毎日をハッピーに生きることです。昔すごい影響を受けた言葉があって、それはあなたが今日生きた一日は昨日亡くなった方が生きたくても生きれなかった一日だっていう言葉にすごい影響を受けて、なので人生は一度しかないから、毎日をいかに楽しく過ごすかが一番大事だと思っています。